んにちは。心と体のセルフケアアドバイザー、ともこ先生とありさ先生です。いつもご視聴いただきありがとうございます。アロマテラピーを楽しむには知っておきたいルールがあります。今日はアロマテラピーに関わる法律についてお話していきますね。難しいと思わず、自分や周りの人のためにも、トラブルを防ぐためにも、正しい知識を身につけましょう。知らなかったでは済まされないこともあるので、最後まで聞いてくださいね。1、精油は化粧品や医薬品ではありません。私たちも精油を販売したりしますが、精油を化粧品や医薬品と混同してしまうと触れてしまう法律について教えてください。はい、例えばショップで販促グッズにラベンダー精油の説明として不眠症におすすめという文言を入れた精油の効果・効能を謳って販売授与してしまった場合、触れてしまう可能性があるのはこの法律、医薬品・医療機器等法です。医薬品・医療機器等法第13条、医薬品・医薬部外品または化粧品の製造業の許可を受けたものでなければ、それぞれ業として医薬品・医薬部外品・化粧品または医療用具の製造をしてはならない。第1項、製造には小分けを含む医薬品医療機器等法第1条の4、参照。行政の許可なく医薬品、医薬部外品、化粧品などを製造・販売することは禁止されています。製造業の許可を受けていないものが業として医薬品、医薬部外品、化粧品などを製造するとこの法に触れてしまいます。販売についても同様で、許可なく輸入し販売することも違反です。この法律の正式名称は、医薬品・医療機器などの品質・有効性及び安全性の確保等に関わる法律、略して薬機法と呼ばれていますよね。具体的に何を規制する法律ですか？はい、医薬品・医薬部外品・化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質や有効性、安全性を守るために、販売やそれらの取り扱いを規制するための法律です。医薬部外品とは、医薬品と化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもので、機械器具ではないものです。再生医療等製品とは、遺伝子や細胞を使って疾患を治療・予防する製品だそうです。そうなんですね。ではさっきのラベンダー精油の件は、なぜこの法律に触れる可能性があるんですか？はい、一般に日本では香りを楽しむための精油は化粧品や医療品には該当しない、雑品・雑貨として扱われているからです。不眠症におすすめというような効果を謳ってしまうと、ラベンダー精油は医薬品にあたるものとして、さっきの医薬品・医療機器等法、この法律の規制が適用されることがあります。精油は化粧品や医療品ではないことを理解した上で、広告表現や扱いに注意しましょう。ポイントは2つ。1、精油を販売・説明するときは、医薬品・医薬部外品・化粧品と混同させない。2、精油の効果・効能を謳うと、医薬品・医療機器等法が適用される恐れがあり。その2つのポイントは押さえておきたいですね。ではアロマテラピーをしていると、手作りの化粧品を家族や友人にプレゼントする機会がありますよね。この時、医薬品・医療機器等法はどう考えるといいのか気になります。そうですね、家族やお友達にプレゼントするときは、量・頻度・対象となる人の人数も少ないことから、用としてではない、つまり営利目的・事業として行うものではないとみなされることから、医薬品・医療機器等法の規制を受けないと考えてもいいでしょう。ただし、気をつけることがあるんです。
ドラッグストアや化粧品店で売られている化粧品は許可を得て製造販売されていて、医薬品医療機器等法の適用を受けたものです。ですが、あなたが作った手作り化粧品はこの医薬品医療機器等法の適用を受けたものではないため、品質安全性に裏付けがありません。プレゼントするときには相手の方にそのことを十分説明して注意を促す必要があります。もしプレゼントをしたことによってトラブルが生じたときは、たとえそれが相手の不注意からであっても、プレゼントした側が損害賠償民法709条や過失傷害刑法209条など民事上刑事上の責任を問われる可能性があることを理解しておきましょう。ここでアロマテラピー検定を受験予定の方にお知らせです。私たち AUA 認定校講師が聞き流しできる予想問題動画を作っちゃいました。中身をちょっとお見せしますね。答えは D ラベンダーです。シソ科のハーブラベンダーの学名ラワンデュラはラテン語で洗うや青みがかった鉛色に由来すると言われています。ラベンダー精油は用途が広く、精油の中でも最もポピュラーなものの一つです。興味がある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご参照ください。他にもアロマ商品の販売や施術に関わる法律がありますよね。アリサ先生、説明お願いします。はい、例えば輸入した精油瓶の蓋が破損し、購入者の衣服にシミをつけた場合、関わってくるのがこの法律、製造物責任法 PL 法です。製造物責任法は主に被害者の保護と救済を目的とした法律です。被害者が製造物の欠陥によって損害が生じたことを明らかにすれば、製造業者、輸入業者に対して損害賠償を求めることができるんです。ポイントは、被害者は直接購入した販売者だけに対してでなく、製造業者に対しても損害賠償請求ができるというところです。次に、根拠となる客観的なデータがないのに、最も高品質なローズ精油という文言を広告に使ってしまった場合、関わってくるのがこの法律、景品表示法、不当景品類及び不当表示防止法です。事業者が実際よりも高品質であるように見せたり、過剰にお得に見える価格を表示したり、豪華すぎる景品をつけたりすると、この法律に触れる可能性があります。消費者の側もこうした表示に惑わされないように、店舗スタッフやアロマテラピーの専門家に積極的に聞いたり、自分で調べてみるといいですよね。はい、そうですね。では次は消防法。市町村の火災予防条例の定める指定数量を超えて精油や植物油を保管し、火のついたストーブの近くなどに置いている場合、関わってくるのがこの法律、消防法です。個人で楽しむ程度の量の場合、法律のことは心配しなくても大丈夫です。ですが、指定数量以上の危険物は火災の予防や危険物の貯蔵取り扱いについての定めがあるんです。精油には揮発性引火性があるため、たとえ個人で所有する場合も火災には十分気をつけましょうね。保管取り扱いにも注意してくださいね。私たちは AEAJ のアロマセラピスト資格を持っていますが、あんまマッサージ師といった国家資格を持っているわけではありません。サロンでマッサージ指圧というようなメニューを提供してしまうと、関わる法律について教えてください。はい、それはあんまマッサージ師指圧師針師灸師に関する法律です。これは略してアハキ法と言います。これらの国家資格がない人が、あんま、マッサージ、指圧、針、灸などの医療類似行為を行うことは禁じられています。AEAJ アロマセラピストは
民間資格となりますので、医療類似行為は行ってはいけません。他にサロンでカウンセリングするときに注意しなくてはならないことを教えてください。はい、心身の不調を訴えられる方はよくいらっしゃいますが、自律神経失調症ですね、ベルガモット精油で治りますよなどとアドバイスしてはいけないんです。もし今のように話した場合、関わってくる法律がこちら、医師法です。医師免許がない人が診療行為をすることは禁じられています。アロマテラピーをしていると、家族や友人の心身の状態を知る機会があるかもしれませんが、その症状から病名を告げてみたり、治療と受け取れるような言葉を発したり行為をすることはいけません。精油は医薬品の許可を受けているものではないので、薬のように処方してはいけませんね。ペットにアロマを行う人もいるようですが、注意点を教えてください。はい、例えばペットの具合が悪そうだったので、飼い主にこれで治りますよと言ってローズマリー精油を勧めたりすると関わってくるのがこの法律、獣医師法です。獣医師以外の人が飼育動物の診療を行うことはできません。ペットの毛をカットしたりするトリミングはこの法律に触れることはありませんが、動物は人間と体の作りが違いますので、動物に対してアロマテラピーを安易に行うのはやめましょうね。日本獣医学会も注意を促しています。皆さん、アロマテラピーに関わる法律お分かりになりましたでしょうか。ルールを守ってトラブルにならないように、何度も聞いて理解してくださいね。私たちはこれからもアロマテラピーのことや心と体が本当の意味での健康になるきっかけとなるような動画を配信していきます。この動画がいいねと思ってくださったら高評価を、また心と体のセルフケア、アイスを気に入っていただけましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。